ニコラス・マーギャビチウスは、アメリカ合衆国をイオ州、カヤホガ軍ノースロイヤルトン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシアトル・マリナーズ所属。2017年の MLB ドラフト7巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスで、プロデビュー。A-9 トリシティ・ダストデビルズでもプレーし、 2球団合計で11試合に登板して4勝1敗、1セーブ、防御率1.31、62奪三振を記録した。2018年は、A 級フォートウェインティンキャップスと、A 級レイクエルシノアストームでプレイし、2球団合計で23試合に登板して10勝8敗、防御率3.60、146奪三振を記録した。また、テキサスリーグのプレーオフで、 a 級サンアントニオミッションズの一員としても登板した。2019年はシーズン開幕日の3月28日、2日後の30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると報じられた。当日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは17試合に登板して2勝6敗、防御率6.79、42奪三振を記録した。 2020年1月17日にクレーグスタメンの再契約に伴ってディフェとなった。2020年1月24日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。2021年5月13日に強格出口症候群となり60日間の故障者リスト入りとなった。平均88マイルパーアワーのフォーシームが等級の約半分を占め、それに スライダーとカーブ、稀にチェンジアップを交える。ありがとうございます。